中町、黒部通り八王子は、東京都八王子市の八王子駅北西部に位置する、花町。八王子は、江戸時代には、甲州街道の宿場町であると同時に、木織物産業の町として栄えたことから、街道の旗子には、いい森所が置かれ、後の遊郭のもととなる。明治初期に芸儀置き屋、料理屋による競技の花町が誕生する。大化の影響で、 遊郭は、田町に移転し、昭和33年の売春防止法施行まで続いた。一方の花町は、織物産業の影響で繁栄し、昭和4年には、芸技150名、料理屋14軒、待合36軒、置屋39軒であった。第二次世界大戦による、休業、空襲の被害を経て、敗戦後に復興した。 洋服の需要が増え、料亭45件、芸二215名で繁盛を極めた。しかし、昭和30年代後半から、芸儀、料亭数が減少し、平成9年には、料亭6件、割烹料亭5件、芸儀14名であった。花町の伝統が、風前の10日に危機を感じた、商工会議所や住民は、平成11年に、 八王子黒部に親しむ会を結成して、加害文化の伝承とその情報を発信し、芸儀集は、地元の行事に、積極的に参加し技芸を披露している。特に、八王子芸儀の恵みは沖や、雪の恵みを開業して、若手の育成に努め、2018年、鍵盤が浸装され、回収時に失った舞台が失礼ら,られ、披露された。ありがとうございます。